すべて完答すべき問題なんですね。はい、微分したらまずこのようになりますよ。学びをエンタメに。どうも、プソロの節分です。さあ、今回はスーパーの特別企画、9帝大2024決定会食お待たせしました。今回最初に言わせてください。旧帝大の2024から数三の問題を1問ずつ用意しましたが、すべて完答すべき問題なんですね。実際に数三って難しい、まだまだね、数三習ったばっかりだから基礎が定着してきて入試までっていう人いますが、実際に習った知識を使ってどうやって入試問題に取り組むのか、その思考プロセスっていうのを今回丁寧に、ね、解説していきたいと思います。今回パスラボの特別企画ということは、概要欄に、はい、テキスト用意しておりますよ。事前に印刷あるいはタブレットをね振り込んで受講してみてほしいなと思います。そして何よりですね、やっぱりスーサーを本番で得点源にしていきたい、なんなら完答を狙いたいっていう人には、パスラボのオリジナルのコンテンツ、パスラボ完答シリーズっていうものがあります。そちらに関しては概要欄から期間限定でですね、受験 LINE の方から案内しておりますので、ぜひキーワードを入力してしっかりそちらもね、もし興味がある方は参加してみてください。ということで、今年は特にスーサー、しっかりと皆さんが完答できるようにですね、この夏取り組んでいきましょう。そして今秋とか冬に見てる方も、この動画一本でスーさんの考え方、非常にね、ためになるものたくさんありますので、ぜひ盗んで早速ね、入試に活かしてほしいなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。それでは早速第1問、2024年の北海道大学の問題をやっていきましょう。この問題はですね、非常にスタンダードな問題です。この問題に関してはしっかり完答を狙いなきゃいけないですけれども、皆さんが例えば解いた時にどこでミスったのか、そういったところも深掘りしながらね、解説していきたいと思います。さあ、まず今回 FX が与えられていて、その曲線を C とするよ、ある接線のね、うち傾き合わせる原点を取るものを L とすると、まず必ずこの問題を見た時にはカッコ1からすぐに解くんじゃなくて、カッコ1カッコ2カッコ3、この全体の流れを必ず掴むことです。まずカッコ1、これは L の方程式を求めよう、なんで簡単に言うと立式をして計算をすると。次カッコ2、これは誘導なのかどうかですけれども、これは単純に単体単発で解けますよね。 C は下に凸、さあ曲線が下に凸っていうのはどうやって証明するのかというと、これは絶対出てこなきゃいけない、はい、2回微分が正だよというところですね。2回微分が正だよっていうのが下に凸。そして3番目に関してはもうこれは図グラフを書いた上で面積を求めるというところです。そこまで解法が全く分かんないっていうのはないっていうことは、あとはしっかり立式をしてミスせずに計算ができるのか、それは積分も同じですということで、もう早速ねこれやっていきたいと思います。まず接線引かれてますから、まあ、微分しましょうか。はい、微分したらまずこのようになりますよと。今回じゃあ曲線ありますけれども、 C の接線のうち傾きが正で原点を通るもの、まあイメージとしては Y イコールね MX みたいな感じですけれども、接線問題は基本的には接点を何か文字で置きましょう。今回 T が使われているのでこれ置きましょうか。接点を考えた上で接線書くとこうですね。まず今回これが何を通るかって原点通りますね。一応困ったら必ず問題で与えられている条件っていうのを翻訳しましょう。傾きが正かつ原点を通るよってことは、この式が原点と、まあ、傾き正っていうことなので、まず原点00を代入しましょう。まずこんな感じですね。一応はい、今回 SX がねマイナス2ってことは、一応これ書きましょうか。 S もマイナス2より大きいですよと。ってことはちょっとこれ危ないですね。危ないのは何かっていうと、三角にしておきましょう。 S が分母に来てるってことは S イコール0じゃないよっていうところも確認しなきゃいけないので、今回ねどういう風に確認するかっていうと、まずこの事件、この時点で S イコール0はこの式を満たさない。この式を、この記述をちゃんと書いておきましょうか。この記述をちゃんと書いておくよと。今回 F' の S っていうのが傾き正だよっていうことをまあ言っていますよね。 F'S も傾き S だからって考えてもいいんですけれども、まだ単純にこれ使えてないので、一応 S を先に出しましょうか。 F'S こうなりますね。そしたらなんと消えてくれるわけです。ラッキーラッキーと。これをはい整理するとこんな感じになるよと。まあ、なんでこれいらなかったですね、正直。あってもいいですけれども、これを確認しますよと。 S が2とマイナス1と出ましたよ。でここで大事なのが、傾きが正っていう字でまだ使ってなかったので、はい、それぞれ考えましょう。 F'2 の時これはどうですか。もうここに代入しちゃいましょうか。これは正ですよと。じゃあ F'-1 はマイナス1になるから負だよということなので、はい、今回は S が2となって、答え僕たちは求めるのは Y イコールなんとか X の形、ここに代入しちゃいましょうか。 Y イコールこの傾きがねこれなので、このまま書きましょうか。ログ4プラス2分の 1X、 ちゃんとね整理したいよって人はこれでもいいと思います。ということで L の方程式っていうのが、まあ、こうなりましたよと。じゃあその次、カッコ2、カッコ2は単純にゴール分かりやすい、これを示すと。
はい、なので1回微分したものをもう1回微分しましょうと。ここですね、この前にこれ整理しましょうか。 F'X、 はい、微分するときには必ずちょっと分かりやすいね式に直した方がいいと、まあ、こうですから、結構計算の工夫とか検算にも使えるんですけれども、分母分子に文字があるよっていうときに関しては必ずですね、こういう風に分けましょう。微分に関してはできるだけ分けて考える、これ積分もそうですけれども、そうすることによって比較的簡単にね求めることができるよと。これの上でじゃあ2回微分しましょうか。するとこうなりまして、で今回はこれよりこれもプラス、これもプラスなりますので2回微分なさいと。よって C は下に通す。じゃあ次カッコ3ですけれども、カッコ3基本的に全てのもうカッコ3番とか最後の問題っていうのは原則誘導に乗るっていうことが大事です。まあ、L の方程式求めた上で C は下に凸であることを証明せよ。すなわちですよ、 C はこれね極値がいくらって分かんない形なんだけれども、下に凸だよってことが書かれてますよと。下に凸だよ。じゃあ一旦仮でもいいから C どんな感じか書いてみましょうか。 X はマイナス2より上なんですけれども、まあ、0を代入すると1ですよと。こんな感じ。下に凸なんでもざっとこういう風に書きましょうか。これでいいと思いますよ。どっちも単調増加ですね。 X もログ X も単調増加なので、グラフで言うと単調っていうか、まあね、どんどん増えていくんだろうなと。下向きが正でってなりますけれども、接点ここですね。接点がここ、これ2と2とですね、これは2ログ4足す1、2ログ4足す1ですよと。じゃあどこ求めるかっていうと C と L と Y 軸なので、ここですね。微分だったり積分だったりっていうのは入試本番で考えるべき、そのためにも普段から考えるべきはできるだけ計算の工夫、できるだけ面積が簡単な方法で求まらないかなっていうことを考えます。すると、まあ、これどっちでもいいんですけれども、 L これ考えなくていいですね。これはここ、この全体から三角形引けばいいんじゃないですか。はい、つまり求める面積を S とすると、これ考えればいいよと。これは0と2のグラフですね。 C のグラフ、はい、FX ですよと。こんな感じですよと。まあ、これはもうすでに分かりやすいので、こういう時にはこうちょっと整理しましょうか。一旦これ続き書きますよ。もう一回同じもの書きましょうか。0、2で引き算の、はい、こんな感じ。この積分も分けましょう。これは2ですね。ここだけ2になりますよと。 EX プラス2引く、はい、こんな感じ。じゃあこういう時にはこれを I とでも置きましょう。別で考えます。 I と置いた時にどうやってこれ考えるんでした。これ実はパスラボの動画でも本当に同じようなものを扱っています。いろんな考え方あるんですけれども、積分パッと見た時にこれも工夫です。僕の場合は原則置換をします。困ったら置換。ログの中身がちょっと塊じゃないよっていう時にはこれをこういう風に置きましょう。 T とかね使ってはないか、あ T 使ってますね、使ってる U とでも置きましょう。するとこのようになりますから、定積分は、はい、こんな感じ。これ部分積分しましょうか。原則、指数関数かける、多項式、まあ今回だったら一次式かける指数関数っていうのは部分積分に持ち込みます。これを部分積分に持ち込むとこうですかね。なので、はい、こんな感じ。これちょっと代入しましょうか。丁寧に計算しますよ。ここが消えます。0、0で消えて0を引く、次は2と、次こうなりますよ。ここがマイナスですから、2のログに引く。こんな感じであとは代入していきますよ。はい、同様に4が消えますよと。ごめんなさい、4消えませんね。マイナス4引く8引く、こうですか。マイナス4足す3、こうなりますね。2ログ2足す1になりました。あとはここに代入ですかね。はい、代入すると S イコール2ログ2足す1足す2引く2ログ4引く1、ここが4ログ2になりますから、2引く2ログ2、これでフィニッシュですよ。これ大事なのが検算、妥当性を確認します。はい、答えます。面積って言われているから必ず正ですよね。正だし、今回で言うと例えばもうすごい分かりやすい話をすると、この三角形よりは必ずちっちゃいよね。この三角形って何かって2分の1かける2かける2ログ4足す1、これよりはちっちゃいのとなるわけですけれども、さあ今回、はい、ログ2、ログ2っていうのはログ E の2は1よりちっちゃいよね。1よりちっちゃいので、今回1を1よりちっちゃくて0より大きいので、まあはい、0より大きいよと全体はねなりますから、妥当性あるんじゃないでしょうか。大体 0. 何歩とかねなりそうですね。ということで、これが北海道大学の問題でした。詰まるとしたらこの辺じゃないですか。この積分の計算がどうかなってあると思うんだけれども、これいろんなね別科あります。置換積分使わなくても部分積分複数したりできたりするので、ぜひこの北海道大学ねパスラボの過去の動画も見ながら復習してみてほしいなと思います。さあ、まず第1問目終わりました。続いて第2問目は東北大学に移りたいと思います。それではどうぞ。Enjoy。 それでは第2問続いてやっていきましょう。東北大学の問題です。まず一見論証問題に見えます。これ大事なのは、はい、これも全体図を見ますよ。論証問題に見える問題があった後で整数問題、こういうのがあった時には、はい、必ず括弧1を使えないかなって考えますが、別
解としてね、別にカッコイを使わなくてもできるよっていう、どっちでもね、対応できるよっていうところはあります。なので、力をつけたいんだったら、まずは誘導に乗って考えてみるっていう手は絶対一個大事。ただ、誘導に乗らずに、つまり、カッコ1なしでカッコ2が出された時に、どうやって皆さんなら解きますかっていうところも考えてみてほしいなと思います。さあ、ということでまずカッコ1。カッコ1は、はい、条件翻訳しましょう。まずは条件整理です。t がこの実数としますよ。で、正の実数 x が、この2つを満たすとき、この不等式が成り立つことを示してくださいと。これもね、いろんなやり方あると思うんですけれども、スタートはどうかっていうと、これね、左辺引く右辺ってしてもいいですよ。左辺引く右辺。まあ一回困ったら左辺引く右辺考えましょうか。これを考えると、こうなりますね。b と a があるんだ、どっちも使いましょう。まず b 使いましょうか。簡単なんで。はい、b を使うと、この x のところに、2log tx を代入します。はい、こんな感じ。で、これを進めていきますよ。2log、2とかね、邪魔なので、一旦こうしませんか？ x の2乗を。これも、log t の t。ログ t の x プラス1の2乗と、ログが集まったんでログ t でまとめましょう。 x プラス1の2乗分の x 2乗 t だよ、こうなりました。僕たちは、はい、これをね、あと点点点って考えていった時に、これが0より大きいよねってことを示したいわけです。これを示すには何をすればいいのかっていうと、今回この中身、この中身が1より大きいよっていうことを示せれば、全体は0より大きいでわかるんじゃないでしょうか。すなわち、はい、こっからこれを示すには中身ですね。この形を示せばいいとなるわけです。今回次 A、 これどうやって使うか、またね、いろんな使い方あると思うんですけれども、どうですかね、 x2 乗のところに代入してもちょっと大変なことになりそうなので、条件 A を整理しましょう。条件 A を整理します。こうですか。まず自分ならどうするかっていうと、一旦ちょっと逆にしましょうか。これね、かけて割った、これでかけて x で割る。で、これ x もね、こちら左辺もどっちも正ですよ。なった時にこうですか。これしたらどう、うん、いいよね。で、これが正ですよ。はい、正なので、一応2倍しても、まあ、OK だよ。ということで、これをここに代入すればいいんじゃないですか。まあ代入っていうか、一旦これをちょっと整理しましょうか。せっかくなら。これを整理すると、実はこうなりまして。で、これ。単純に整理をすると、こうなったよ。すなわち、まあ、ゴールっていうのを示した上で、これを条件をね、整理していくと、全く同じものが出ましたよ。これより、これ成り立ちますよ。ということで、これが成り立つってことは、これが成り立つよと。これ成り立つってことは、左辺がね、右辺より大きいということが成り立ちますから、よって証明が終わりましたよと。ということで、カッコ1。まあ、いろんなところあると思うんですけれども、まあ、原則与えられた条件が2つあって、その不等式証明ってことは、これイメージね。A を B をそのまま示すんじゃなくて、まあ、イメージこんな感じですよ。間の C みたいなところ、をどん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 自分で崩していけるか。今回で言うと、もうこれを C って捉えていいんですけれども、もっともっと整理すると、このログがない状態っていうのを考えればいいんじゃないか。あとは条件を整理すると、つながりましたという問題でしたね。はい、続いて括弧に。微分の問題でよく多いのが、整数とここで絡めてくるパターンです。整数問題が他でね、登場するっていう大学もありますが、まあ、整数っていう条件を入れることによって、まあ、かなりですね、ちょっと苦戦してしまう。逆に言うと、あるいはヒントになります。これを満たす、正の整数ですから、自然数。言われた時に、確かにじゃあ誘導を使おう使おうって考えてもいいんですが、一旦自然数に言って言われてますから、もう実験しましょうか。はい、n=1 の時、これどうかっていうと、左辺と右辺考えましょうか。はい、1でこれが0、これは×ですね。 n が1の時×。はい、 n が2の時、左辺が2で右辺がなんと2になります。これ OK。 というように n が3の時、左辺が3で右辺がログ2の、まあ、2のログ2の3ですね。でこれはログ2を直すと、ログ2の8とログ2の9ですから、右側の方を大きくて丸。 n が4の時はっていうと、4と4で丸。はい、n が5の時はっていうと、5で2、ログ2の5。はい、これもログ2に直すと、2の50ですから32、ログ25。はい、こっから×になるなってことなんですけれども、これ大事なのは、まず実験してみましょう。まず実験して、明らかだったとしても、何かヒント得られないかなって考えます。今回であれば、まあ、答えの候補としては、基本整数問題ね、こういうパターンって、まあ、ちっちゃい数だけが成り立って、大きな数はそれ以降もずっと成り立たないっていうことを示せばいいと。じゃあ、その次、どうやって考えるかっていうと、やっぱりこれを次ね、グラフで考えます。何も誘導が与えられなかったとしても、与えられたとしても、これグラフで考える。はい、どういうことか。はい、もしも自然数 n とかではなくて、こういうものだったらどう？ x っていうのは、どんなグラフだったかなっていうと、まあ、こうだよね。はい、直線。はい、ですよ。ログ 2x は、ね、2倍って書いてますけれども、今の形を見るんだとこんな感じじゃないですか。ここは4。ここは2ですかね。で、ここは3。つまり、ログ x っていうのは、だんだんこうなっちゃうと。けど、x っていうのは普通にね、この角度でどん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 増加していくので、
このグラフを見ても2、3、4しかなさそうかなって思うわけです。こっから何がわかるかっていうと、僕たちは、はい、N が5以上の時、はい、この反対ですね、これが成立、示せばいいんじゃないかなってなるわけです。でこれもいろんな示し方ありますよ、まあ、誘導ね、使えばいいんじゃないかって言ったんですけれども、先にじゃあちょっと使わない方法でいきましょうか。自然数の証明で N が5以上の時こうってことは、まあ数学的の方じゃないですか。数学的の方、N が自然数とか全化式っていう条件がついている不等式問題や等式問題っていうのは昨日かなり使えますからね。じゃあ N が5の時どうかっていうと、はい、左辺5、右辺2、ログ2、5、まあ、さっきやりましたけれども、はい、ログ2の32っていうのとログ2の25なので、まあ成り立ちますよ。はい、続いて N が K の時こうですよと、はい、N が K たす1の時示したいよと、はい、つまりこれを示すよとなるわけです。まあさっきやったのと結構似てますね。 K たす1、左辺引く右辺をしましょうか。左辺引く右辺をする、K に代入しましょう。2ログ2の K、 これちょっと整理してみてください。 2K 事乗 K たす1の2で、これも、はい、これを示したいなら何かっていうと、この中身ですね、これを考えますよと。これを、はい、示したいよってなるんですけれども、これ、逆に考えますよ。これを示したいわけですよとなった時に、今回どういう条件があるかっていうと、 K が5以上だったよね、数学的機能法で K が5以上ってことは、これって平方完成してあげるとこんな感じ。これはまあ5をね入れましょう、はい、明らかに0より大きいですよと、はい、ってことはこれが示されたってことは、これも OK だし、これも OK だし、もちろんこれも OK、 これが OK ってことは、こっから正だよってことも示されました。正だよってことを示されたら、N が K たす1の時ね、これ成り立つってことなので OK。 以上より機能法で示されましたよ。だからぶっちゃけ誘導使わなくても、まあ答えというかね、予測ができるわけだけれども、せっかくなら誘導使いましょうか。さあ今回どういう条件か、今分かったのこれですね。で T とか X にどういう条件あったかっていうと、はい、T が必ず1より大きいですよ、 X が0より大きいですよってところでした。さあ今回何を聞かれてるのかっていうと、この N の不等式が成り立つような自然性能を求めようということでしたね。じゃあ誘導使うんだったら、まず、はい、2のところ、 T のところが2になってるっていうことなんで、ああはいはい、 T は2なんだなってことが分かると。じゃあ他にはっていうと、 T が2って分かるんだったら一旦整理しましょうか。 X はルート2引く1分の1、これ有理化するとルート2たす1、はい、1.4 たす1、まあ 2.4 ぐらいですかね。であとはこれプラスこれが成り立ってるんだったらなんですけれども、ちょうど X が4の時、これ考えましょうか。これは成り立ってる、 OK、 これは2の4ではね、ってことは、これ4、これ成り立ってますよ。っていうことは X が4の時成り立つんだったら、これも成り立つよね、これ成り立つよ。またさらにこれってことはこれ同じですけれども、はい、成り立つよってことは、さらに6、2、ログ2の6、これも成り立ち、どん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 成り立っちゃうわけで、これを数学的にどう記載するかっていうと、まあここが成り立つよって書いた上で、あとは、はい、機能的に X が、まあ、5以上の時こうなりますよ、 X が5以上の時っていうのは機能的にこういう風になりますよと、こうしておきましょうか。イコールはつけないと。これから何がわかるかっていうと、括弧1より X が4の時ギリギリ成り立ちましたよ、 X が5以上の時っていうのは成り立たないよ、ってことは X が5以上の時はこうなりますよと分かったので、あとは逆に言うと、この時は少なくとも X が 1,2,3,4 で入りますよ。あとは実験ね、さっきしましたから1が×で 2,3,4 が丸、さ今回 N ですから N が 2,3,4、 これがゴールなのかなと思いました。さあということでいかがでしょうか。東北大難しいかもってね思われた方多いと思いますが、さあそこまででしたね。なんでまず括弧2に関しては、誘導使って解く方法と誘導使わずに数学的機能法に気づけるかどうかっていうのも、実は数3になった時のポイントでもあります。なんといっても整数や全化式、数列ですね、ここでも数学的機能法出てきますから、まあ論証問題で困った時のもう武器として、機能法、これをしっかりとね忘れずに使えるようにしておきましょう。ということで東北大以上です。続いては名古屋大です。どうぞ。それでは第3問、名古屋大学をやっていきましょう。さあ今回の問題どうですかね。 FX の極値を求めよう、これは単純にね計算問題かな。はい、そして接線問題ですね。接線問題、2本の線を接線を引くことができるよと。接線問題惑わされないで、この辺に惑わされないでください。基本的には接点で置きましょう。で括弧3、括弧において、はい、これも面白いのが整数、最後に絡ませてくれるわけよ。なので、しかもパスラボね視聴者の皆さんなら、整数問題の全パターン解説だとか、どういう風に整数問題考えるのかかかってる人も多いと思いますが、今回微分数3と混じった整数っていうのもこのように品質なので、しっかりと括弧3まで解けるように一緒に、ね、進めていきたいと思います。まず括弧1、極値を求めようってことは、 fx を微分しなきゃいけないんですけど、僕の場合ルートがついていたら、もうこうします。計算にしないよね。はい、微分するよっていうとこうなりますね。これ一応直しましょうか、ルートに。はい、こんな感じ、分母きれいにすると x-2 ですかね、こうなりますよ。で今回は x が正だよと言っているので、極値聞かれてる時は必ず
ず増減比はね、もう一緒に書きましょうと。0より上で2ですよと。プラスマイナスこうなりますよと。じゃあ F に代入すると、ルート2足すルート2分の2。2ルート2ね。こんな感じ。はい。なので、極値を求めようって言われたら、はい、極値は X イコール2の時。極小値、2ルート2になるんですけれども、今回答えの妥当性チェックしましょうか。これ、まず、この形見て、なんなら X が、まあ、正って書いてあるんだったら、何疑うかっていうと、はい、相加相乗平均疑いますよね。最小値はどうなりそうかっていうと、相加相乗平均の対称関係より2ルート2と書きます。で、この時、ルート X イコールルート X 分の2がの時、なので X が2の時、こともわかりました。なので、こういった数算に関して、関東を狙うんだったら、できる限り別解だとか、また違うアプローチで解けるようにしてみてください。ということで、括弧1一瞬で終わりです。括弧に行きましょうか。括弧に、はい、X 軸上の点 P から C に何とか何とか書いてますけれども、一旦、グラフ書きましょうか。0を代入したらね、これがちょっと無限になるので、無限から始まって、まあ、こんな感じですか ?2 と2ルートに幅がちょっと違いますけれども、こんな感じかなと。で、点 P。ここで接するよってパターンと、まあ、ここで接するよってパターン。そのような T の範囲をね、求める。まあ、2本の接点引くってますけれども、はい、大事なのは、これも原則接線問題は接点を文字で置きます。T がね、今回使われてますよってことは S とでも置きましょうか。S、こんな感じ。で、これ2本の接線が引けるようにってことは、まあ、何か等式を作るわけだけれども、S が2つは存在する。実際はね。なんで判別式なんか使いそうだなとか思うわけですが、T を消去してというかね、ちょっとこれ考えましょうか。まず接線を L とすると。はい、接線を L とするんだったらどうですか？はい、まず、F'X はさっきやりましたけれども、こんな感じになりますねと。で、接点が FS ってことは、こんな感じ。接線はこんな感じ。これが、T0 を通ってるわけだし、まあ、ここにもちょっといろいろ代入しましょうか。はい、T0 を通っている 2S ルート S、S 引く2、T0、ごめんなさい、0T0 ですね。T 引く S、ルート S、S 足す2だよ。で、これ、ちょっともうこれで終わりましょうか。すると、0イコール、こんな感じのと、2S で書けましたから、こんな感じ。ここで、うわ、何やってるんだ、よくわかんない、T も S も出てってなった時には、はい、また思い出してください。今回は、S が2つ存在するような、T の範囲を求めるです。T の範囲を求めよう。ってことは、これ違う関数とか方程式見なきゃいけない。今回であれば、S の、まあ、二次方程式と見たらどうかなって考えます。じゃあ、これちょっと整理しましょうか。0イコール、こんな感じ。そしたら、S2 乗足す T 足す 6S 引く 2T イコール0と。こういうのが出ましたよ。と。じゃあ、改めて、はい、今回 S どういう条件ありましたっけ ?X がね、0より上ってことなので、まあ、前提 S は正だよ。S が正の状態で、これは丸1としましょうか。条件満たすにはどうすればいいかっていうと、はい、S がそれこの時点で1の実数解が、まあ、2種類。二つですよね。1書きましょうか。1は2乗足す。これですね。画像。まあ、グラフで書くんなら、どんな感じかなって言うと、どうですか、まあ、こんな感じですわ。まあ、これは、解の配置問題。半熟多模ですね。判別式が正だよ。はい、軸。軸。今回で言うと、マイナス2分の t プラス6ですけれども、軸も正だよ。はい、端点。端点 F0 ですけど、F0 はマイナス 2t が正だよ。こと言ってます。はい、d だけ、これを計算すると、こんな感じ。t 二乗足す 20t 足す36。見えますか？何か見えますか？これは18と2ですね。18と2なので t がマイナス18未満かマイナス2より大きいか出ましたと。これも2、3、4とでも置きましょう。3番はこんな感じ。言い換えるならね。4番はこれも簡単です。t が負だよ。ってことは2、3ダッシュ、4ダッシュ数えるので答えは t がマイナス18未満の時っていうのがちょうど答えがあるよねっていう形でした。なんで、もしね、この辺が分かってないとこれでね、終了した判別式が0より大きいよっていう形になるんだけれども、軸とか端点。これ忘れないようにね、本当に。S が正だよってことは忘れないようにしてみてください。はい、続いて、カコさん。接点の X 軸をアルファベータとするよってことは、今回で言うと、S の値がアルファベータってことだよね。さあ、この使えるんじゃないでしょうか。使わないと解けないかもね。これの解がアルファベータですよ。アルファベータの中でも、はい、代償関係があって、こうですよと。で、なんなら S の解ってことは、こうじゃないですか。S。まあ、これ S 自体がアルファベータってことで、S が正であるので、まあ、この2つからこのようにできますよと。じゃあ、はい、アルファベータですよ。で、これね、結構大事にしたいのが、今回整数と書いてます。必ず、これポイントです。必ず、困ったら、特殊条件の文字を残す。特殊条件の文字どこかっていうと、アルファベータだよね。まあ、T は整数って分かってるわけじゃない。はい。アルファベータが整数なんだ。ってことは、アルファベータの関係式は、解と係数の関係だよね。これ使うと、マイナス T と6と。アルファベータは、っていうと、マイナス 2T だよ。っていうことが分かりました。これを5番目、6番目とします。なった時に、ここからはどうしようって形の人になるんですけど、もう一回言いますよ。困った
ったら特殊条件の文字を残すんでしょ、残すんでしょ。であと何聞かれてんの今回。アルファベータを聞かれてるわけでしょ。ってことは、アルファベータを聞かれてるってことは T を消去、これに気づけるかどうかですよ。これは発想っていうよりもしっかりねゴールから逆算して考える。はい、したら6番 P がマイナス2分の1のアルファベータになりますよと。何してあげましょう。5番に代入と、2分の1アルファベータ引く6で、これ移行もしましょうか。マイナス12イコール0、そうです。アルファベータ引く2アルファ2ベータ引く12イコール0。定数問題の時にこういった2つの変数の方程式出てきたらどうするんだっけ。これはいわゆる不定方程式にね近いですけれども、まあ、因数分解もどきですね。はい、まずここでやるべき困ったら因数分解もどきですよと。すなわちこういったことをやってマイナス4でした。16、はい、今回アルファとベータがこちらなっていますから、1、16と2、8ぐらいかな。あとは一応マイナスのところも考えようかなって思って、まあこんな感じです。アルファベータは今回0より上ですね。なのでこれ違います。39と20、これ38ですね。38と40ですね。38と40こうなるんじゃないかなと思いました。なので今回普通ね進めてみて、わここ分かんなかったぞとか、意外と解の配置も分かったけれども、最後過去3番で何を消去していいか分かんなかった、そういう人は必ず特殊条件の文字を残しますよとか、ゴールから逆算って考えた時に必ずアルファベータに関するもの式っていうのを出さなきゃいけないよと、そこからの逆算した解法だったと思います。さあ、ということでこの名古屋大学ね、すごいいい問題だったと思います。さあ、続いては大阪大学です。ついに極限に移ります。極限はストレートに解ける極限なんてほぼ出ないですよ。どういったところに難関大はこう引っ掛け要素、落とし穴要素を含めているのか、それを一緒に、ね、見ていきたいと思います。それではどうぞ。Enjoy。 それでは第4問、大阪大学をやっていきましょうと。今回はですね、このストーリーを見たときに、うわ何考えるんだろうなっていうのは必ず予想できるようにしてください。はい、まず括弧1、ただ一つの実数解を持つ。冒頭でね言った通り、数三関東シリーズっていうものがパセラもね販売してますよと。でそれ去年ね、東大とか京大とか東工大東北大医学部、いろんな人が出ました。100人限定でね。今回はもしね希望あるよって人は期間限定にはなるんですけれども、概要欄からね受験ラインで関東シリーズ案内、受け取れますので、ぜひよければね興味持てるよって人は進めてみてください。さあ、そこでもねお話してますけれども、まあやっぱりただ一つの実数解、これに注目ですよ。ただ一つの実数解持つ、はい、グラフで考えるんだったらどうかっていうと、今回これ解ですね、 FNX の解ってことは、例えばこんな感じなのかな、こんな感じなのかな、1個しか持たないってことは単調性ありそうだな、これをちょっと疑ってみてください。そして実数解をわざわざ AN と置くってことは、まあ明らかですけれども、これに N を直接求められないわけですよ。極限値って考えたときに、これは、はい、不等式で評価するのかな、不等式で評価する、つまり挟み撃ちですね、挟み撃ちどうかなって考える。その次にちょっとラスボスみたいな形で N が出たらどうだろう。ここで考えられるのとしては、わざわざこう書いてあるってことは、例えば AN に関しては正直極限もゼロ、ただ N を加えることによってちょっとイレギュラーが発生して、ゼロでも無限でもなくちょうどまあいい数字なりそうだなっていうことは、まずこの問題を見たときにパッと分かった仕事です。さあ、ということでまず誘導乗りましょうか。過去1方程式、実数解を持つことを示す。でこれ、はい、まず大事な話が単調性ですね、単調増加現象と唯一解についてちょっと簡単にねお話しできればと思います。単調性ってことは、はい、これは何かっていうと f'x の符号ですね、こうなのかこうなのか、どんな x でもね成り立つかを考える。今回 x は0以上ですよと。この時確かに微分してって形でもいいんですけれども、はい、せっかくならちょっと x に任意の数代入してみましょう。これ結構大事ですよ。 x がじゃあ0以上ということなので、 x がじゃあ0の時どうなるだろうな、すなわち fl0 ってどうだろうって考えると、1-1+1/2、ここなりますよと。せえね。じゃあ次どうだろう、ここを注目すると、まあ、x に今 π とか 2π とか入れたいんだけれども、うん、どうだろうかな、はい、x が cos が一番ちっちゃい時、 3π 時っていうのは fl の 3π が 1-2/e(3nπ)-1 っていうことなので、これは0よりね大きいちっちゃいとこうなりますよ。なので、これを見て分かってほしいのが、単調性もし何だったら単調原子を示せればいいよね。ということでそれを理解した上で FNX ちょっとこれ書きましょうか。はい、こんな感じ。じゃあ微分しましょうか。はい、微分した時にどうですか、パッと示せればいいんだけれども、こうなって、そして cos に関しては、はい、3分の1で sin の3分の x とこうなりました。これパッと見た時にまず極
値なんか出せないんですよ。極値なんか出せない。じゃあどうするか。まず改めて整理ですけれど、これが単調性。まあ、今回で言うと、これ示せればいいんじゃないですか。振って示せればいいと。じゃあどうするの。さらにじゃあ2回分、3回分、4回分でしても、基本ずっと三角関数付きまといますよ。E の LX 上もね。じゃあどうすればいいか。ここで大事なのがですね、それ以外の条件です。はい。今回 N が自然数ですよねっていうところと、X が、はい、0以上だよってこと。これを考えてみましょう。まず、fn'x は、じゃあちょっとこれで考えましょうか。まず、これの最大値とこれの最大値考えます。これは、マイナスがついてますから、中身、こっちに関してできるだけちっちゃければいい。x が0以上なので、でそして n が1以上なので、まずこうなりますかね。はい、こうなるよ。で、sin3 分の x、x はね、いろんな範囲動きますから、max でって考えると、sin がマイナスの時、3分の1。はい、これは、マイナス6分の1だよっていうことで、まあ、どう頑張ったとしても、これは超えないよと。はい、ということで fnx は単調現象で、ここで出てくるのはこの後ここですよ。まあ、先にねこういう形で出しておいてもいいと思います。はい、単調現象。はい、まあ、中間値の定理とか書いてもいいんですけれども、はい、連続 fnx は連続より過去値ができましたということでございます。はい、過去値、はい、イメージとしてはどんな感じかっていうと、まあ、こんな感じですよ。はい、でここに an があるわけですけれども、 an の極限値を求めると、一旦 fnx イコール0の解がどうなるかって an なので、一旦第2にしましょうか。0イコール。はい、こんな感じ。そんな形でですね、これは、はい、覚えておいてほしいのが、方程式の、こういった解問でですね、方程式。かつ、はい、わざわざ極限が与えられてるよっていうことは、ここから何を理解してほしいかっていうと、やっぱり工夫が何か必要なのかな。そして極限で言うと、不等式評価、はい、が大事なんじゃないかなと思ってほしい。で、この時点で諦めちゃダメよ。まず極限不等式、これ挟み値なわけでしょ？これどこ挟めそう？部分的にでもいいよ。これはコサインだよね。はい、ちょうどこうなりますから、これ丸1とでもすると、丸1より、はい、こんな感じ。はい、そこに代入しましょうっていうとこうなりますね。こんな感じ。これ何してるんだってね思うかもしれませんけれども、はい、 AN のね、ものを求めたいよ。はい、まず AN っていうのはまあ方程式解がねあって必ずこれ0よりは、大きいよと。なのでまず一応このルールはある。じゃあその上で一旦ここだけに注目しましょう。ここ注目すると、両辺ログ取るんだったらこうじゃないですか。ログ4で AN はっていうと N 分のログ4。 AN っていうのはどうだったかってこれありますから、はい、こういう風のこの左辺か右辺のどっちかが、あ、はいはいはい、N を大きくしたら0に近づくなって分かれば、はい、左側も0だと。ということで、これ上の時を考えると、 AN が0だよ、なおち、こんな感じですよ。なんでこの大阪大学の問題に関しては、括弧にこれね、やり方基本的には部分的に分けてハサミ打ち使えるんだったらハサミ打ちを使う。じゃあ今回次どうかっていうと、これだよね。じゃあさっきこの辺出しましたよね。まあ、せっかくこのね、形があるんですけれども、いかがでしょうか。はい、これここだけ考えます。じゃあ考えると AN のログ4ですね。じゃあここでどうですか、ハサミ打ちみたいなことをしたいのであれば、まあここ必要ですね。これが、はい、0より上とかなっちゃうとよくわかんない。ここでもう一回原点に戻りましょう。困った。1引く2分の1の e の n an 足す cos3 分の an イコール0となった時によ、これいろんな考え方ありますが、よくよく考えてほしいです。ハサミ打ち今使おうとしてますけれども、この時点でよ、 n が無限の時っていうのを考えましょう。したら、はい、ここ an が0になるわけよね。ってことは一旦ちょっとこれを整理すると、はい、こんな感じで2倍解きましょうか。せっかくならログでもつけておきましょうか。ここまでした上で、はい、 n が無限大だよ時っていうのは、 an が0近づくってことは、はい、今回右辺はどうなるかっていうとログ4だよね。ログ4に近づきますよと。すなわち今回 an っていうのは、まあ、右辺とね左辺イコールなんで、まとめるとリミットのこれはログ4になりましたよっていうところでフィニッシュですね。いろんな考え方ありますよ。極限っていうのは、改めて言います、ストレートに解ける問題は、まあ、青チャート、フォーカスゴールド、まあ、4ステップとかレベルです。そうではなくて、実際にすぐに求められないんだけれども、ハサミ打ちの原理を使って求めたり、あとは一部だけ、もし極限が分かってるんだったら一部だけね、その極限直した上で、じゃあ他どうだろうっていうふうに考えると、あとはね、ものによっては、対象性ね利用してとか、対象式を使って、まあ、いろんな工夫の仕方がね、よくこう何かの模試とかにも出てますけれども、まあ、ぜひぜひ大阪大の極限の問題っていうのは、極限として、面白さをぜひね感じてほしいなと思いました。さあ続いて第5問はね、実は九州大学の問題で、またこちらは積分と極限の問題なんで、ぜひね極限得意になってほしいなと思います。さあそれでは続きどうぞ。
それでは第5問やっていきましょう。九州大学の問題ですけれども、見るからに大変そうだなってなるわけです。ただ、はい、これは何かっていうと積分全化式の問題です。積分全化式の問題っていうのは、原則困ったらまずは部分積分考えましょう。はい、そしてカッコ2に関してはまあ極限ね問題出るわけですけれども、まあ0以上を示せってことは、まあまあまあこれがね、0以上だよっていうことも、これ多分中身が必ずね0以上になりますから、まあ、ここをヒントになんかできるんじゃないかなぐらいはまずパッと思ってください。挟み撃ちをね原理使うんだろうなっていう形です。ただそれをまあ関係なくまずカッコ1、出しますよと、こういうふうなありますけれども、一旦この求められたものの段階で、部分積分使っていきましょう。唯一分かりやすいのはこれ、わざわざ M たす1ってありますから、こうしましょう。そしたら部分積分です。こんな感じですかね。大丈夫かな。でこれは何かっていうと、このあたりを全て微分しましたよということでございます。ということでまずまとめると、ここ E 代入しましょう。 E 代入すると、でこれ1やねログ1が0になりますから、これ0になると。マイナス M たすに出しましょうか。これと N を出して、ちょっと大変なね、式になりましたけれども、これを積分全化式で表していきましょう。したら、IMN っていうのは、こんな感じ。はい、して、こんな感じです。で、これ求めるのは L たす1、N たす1ですから、はい、これを N を N たす1に変えましょう。こんな感じ。これを右辺が、これですか？これにするためにはどうすればいいかっていうと、全体を M たす1かける。で、ちょっと移行すると。よいしょ。で、こんな感じ。E たす M たす1。引き算の、はい。引き算のということで、こんな感じになりました。どうですか？まあ、もちろん、検算でね、例えば1とか0とか代入してもいいんですけれども、まあまあ、これは検算する方がもしかしたら大変なので、まあ、余力ある人って形です。で、はい、次に、急に、はい、これ出るんですけれども、まず、最初言いました。挟み撃ちの原理を一旦想像してください。挟み撃ちの原理なんじゃないかな。ってことは、例えばこれをね、うまく使って、まあ、これをちょっと出したいわけです。何か不等式で出したい。I、M、N っていうのを不等式評価したいなってなるわけです。じゃあまずこの0以上ってどうやって求めるかっていうと、そもそもこちら、積分の中身ですね。1から、まあ、E の範囲。XM 乗ももちろん0だし、E の X 乗は E より大きいし、そしてログ X ですね。ログ X の N 乗に関しても、まあ、0以上ですね。よって、まずこれが分かりました。これ1個目。ただこれで止まっちゃうんですよ。なぜかっていうと、カッコ1で求めたけど、なんかいろいろあるよね。うん、だからじゃあどうしようとなるわけなんですが、どう捉えますか？基本的には、今の話だったらこれも、0以上だし、これも0以上だし、これも0以上ですよ。で、僕たちは、はい、これゴールから逆算しますよ。ゴールから逆算すると、IMN っていうのをこういう風に不等式取りたいわけですよ。これは残したい。これ残したいけど、これいらないなってなるんだったらどうするか。まず消していきます。これが0以上を使うと、右辺が0以上だよね。こうなるの分かる？こんな時間。じゃあ、IMN っていう形で置くんだったら、こういう風になって、これをね、右辺にしました。N たす1で割ってますよと。まあ、こんな感じ。マイナスのこんな感じですけれども、次これを消去したいな。0以上だから、こうなりますよと。したら何がいいかっていうと、つまり、今までまとめると、こうなるよね。したときに今回は、はい、N が無限大なんで、N が無限の時、これは右辺も0になるので、はい、挟み撃ちの原理より0と。意外とシンプルです。九州大学ね、これ1問についてめちゃめちゃ悩んでよくわかんないって人と、挟み撃ちの原理っていうのが、まず第一条件にあった上で、どうやって不等式評価をしよう。カッコ1でいろいろ求めたけどわかんないなって思った時に、やっぱりゴールから逆算ですよ。IML っていうのをこんな感じで不等式評価したいな、逆に言うとそれ以外の文字をどんどん消去したいなってなった時には、やっぱり全部0以上ってやつを使えばどうか。これも一つの考え方でした。ということで、今回九州大学に関しては、まあ、結構ですね、まあ、シンプルな問題だったかなと思います。ということでですね、実はこの後の第6問と第7問に関しては LINE の方で、受験 LINE の方で皆さんにお届けしています。そのためのキーワードに関しては概要欄からですねアンケートありますので、そちらからね、ぜひ、回答して、そしてキーワードを入力して LINE から受け取ってみてください。この後のね、東京大学京都大学に関しては東大も計算が大変、京大は計算と、まあ、極限ですね、これ大変です。ですのでぜひぜひまずはこちらね、しっかりと予習というか、下上で進めてみてほしいなと思います。まずここまで聞いたこの5題の中でしっかりと復習してね、この5題に関しては特に関東すべき問題です。極限のね、ところとか分かんなかったな、極限は分かったんだけれども、やっぱり計算ミスしたな、積分が分かんなかったな、いろんな発見をねぜひしっかりと糧にしてほしいなと思います。そして最後、冒頭にもお伝えした通り、関東シリーズ通算を皆さんしっかり、どの大学受けようが、難関大や医学部受けようが、通算に関東してもらうための外厳選されたプログラムっていうのを作っています。そちらに関しては受験ラインの方でキーワード入力したら案内が
もらえる形になります。特別講義のねアーカイブ視聴もいただけますので、概要欄からねしっかりとキーワード入力して LINE でご案内の方を受け取ってください。ということで今回は以上になります。まず9点2024特別講義お疲れ様でした。これからもスーさん一緒で得意にしていきましょう。そしてパスラボでは難関大ももちろんですけれども、共通テストに関してもしっかりといろんな動画を撮っています。そういった難関大対策や共通テスト知りたいよって方はそちらもね合わせて受験 LINE の方で登録してみてください。毎月特別講義は受けられます。はい、ということで改めてお疲れ様でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。